こんにちは、もしおです。今回はドット絵で描かれたサイドビューの格闘アクションゲーム沖縄ラッシュをご紹介します。任天堂スイッチのパッケージ版ソフトですね。 PS4、Xbox、Steam 版なども発売されているゲームです。パッケージ版はかなり前に購入していたのですが、温存しすぎてしまい、このタイミングでのご紹介となりました。ゲームの方は海外の方が喜びそうな少しヘンテコな沖縄で展開する格闘ゲーム風味のアクションゲームです。世界観は少しヘンテコな沖縄ということで、ベストキッド2を思い浮かべた方もおられるかもしれませんが、忍者、芸者は序の口で、モンスターやゾンビのような敵を相手に刀で戦ったりするシーンもありますので、そんな甘いものではありません。アクションは対戦格闘ゲームの要素を横スクロールアクションゲームに取り込んでみましたといった感じの操作フィーリング。コマンド技が用意されており、動きのバリエーションも豊富で爽快感も抜群です。ゲームの方はステージクリア型で前後ステージ構成、プレイアブルキャラは3人用意されています。各ステージの最後にはボスが待っていて、ボスを倒せばクリアというアーケードライクな作りではありますが、ステージ内にはいくつか起動させなければいけないギミックがあり、探索っぽい要素も盛り込まれていたりします。沖縄ラッシュのオリジナルは Steam 版、2021年10月に爽快感 LTD 開発販売でリリースされています。 Steam 版の通常価格は1200円、セールの時には600円まで下がったことがあります。爽快感という屋号がすごいですよね。爽快感は英国を拠点とする小規模なインディーゲーム開発チームなんだそうです。90年代初期のアーケードゲームやその時代の家庭用ゲーム機からインスピレーションを得た遊びやすく楽しいゲームを開発するのが目標とのこと。プリセットエンジンや借用グラフィックはなく、すべて独自に開発したものなんだそうです。任天堂スイッチ版は Steam 版の約1週間後に発売されています。コンシューマーゲーム機版はピクセルハートより発売、最近ではビスコミニアーケードバートップといったミニゲーム機も扱っているフランスのパブリッシャーです。任天堂スイッチ版の通常価格は1999円、セールの時には1000円を割ることもあります。過去の最安値は799円。このパッケージ版は北米アマゾンで 39.99ドルで購入、購入時の為替は1ドル130円程度でしたので5200円くらいですね。一応このピクセルハートが発売したパッケージ版は2万部の限定販売、パッケージには製造番号のシールが貼られていました。ただ限定とはいえ、インディーズで2万部は結構な数のような気もしますね。実際未だにピクセルハートの直販サイトで販売されています。ちなみにこのパッケージ版は一時期ヨドバシ .com でも販売されていました。価格は7480円、販売ページを見る限り今回のパッケージ版と同じもののようです。パッケージ版の中身はゲームカードとピクセルハートの作品証明書の2点、作品証明書には限定2万部とは書かれているものの、固有の番号は書いてありませんでした。ゲームの方は純粋にアクションだけが楽しめるアーケードモードと、物語と成長要素が楽しめるストーリーモードの2つが用意されています。どちらも前後ステージ構成、アーケードモードは難易度が高く上級者向けの内容なので、今回はストーリーモードで進めていきます。最初はチュートリアルと修行を兼ねた道場から。道場では攻撃、防御、スピード、型の訓練を行うことができます。単なる練習というだけでなく、ある程度のスコアを出すことで主人公のステータスを上げることができます。まずは攻撃から。操作はレバープラス、ジャンプ、攻撃、特殊の3ボタン制。攻撃に関しては適当に連打しているだけでも技がつながりますが、レバーとの組み合わせでさまざまな技を繰り出すことができます。また対戦格闘ゲームのようなコマンド技が多数用意されています。道場でもいくつか学べますが、紹介されていない技もありますので、
コマンドリストを確認した方が良いかもしれません。技の中にはゲージを使用するものがあり、ゲージが足りないと波動拳のような特殊技は使用することができないようです。防御は前方にレバーを倒すことで有効になります。飛び道具などはこれで防ぐことができるようですが、何でも防御できるわけでもないようです。ちなみに修行に使う器具が壊れた場合はショップで新しい器具を購入する必要があります。スピードの修行。俊敏性の鍛錬であるこの修行ではひたすら指示通りにパンチやキックを打ち込みます。型の練習。鍛えたい要素によっていくつかの型が用意されており、好きなものを選んで練習できるようになっています。音ゲーのように指示された方向にレバーを入れたりボタンを押したりして空手の型の練習を行います。タイミングを合わせるだけでなくボタンを連打するようなものもあります。ちなみに空手の型という漢字は2種類あるようですね。流派によって異なるようで、どちらが正解間違っているというのはないようです。先ほど少し触れたショップでは、壊れた修行器具を購入できるだけでなく、さまざまなアイテムを購入することができます。あまり説明がないので購入して試すしかないのですが、購入したり道場に設置したりすることで主人公のステータスが上昇したりします。また染料なども販売されていて、主人公の道着の色を変更したりすることもできます。プレイアブルキャラクターは全部で3人。主人公のヒロ、弟のシン、謎の女性メイリンで、それぞれアクションの特性が異なります。今回はヒロでプレイします。こちらはステージ0ともいえるプロローグ。アクション要素もありますので少しだけ見ておきます。このあと妻であるあゆみを操作して薬を調合するための材料を集めるというミニゲームが始まります。ゲーム本編であゆみを操作することはないのですが、操作説明のチュートリアルも兼ねているので初めての方はプレイしておいた方が無難です。最後には調合した薬の出来具合という形でこのステージの評価も出ます。そしてゲームは本編であるステージ1へとつながります。主人公のヒロが魚釣りに出かけている間に家が何者かに襲われ、秘技の伝書と子供たちがさらわれるところからゲームが始まります。主人公のヒロは復讐、そして秘技の伝書と子供たちを取り戻すために戦いへと赴きます。今回の動画ではステージ1のボスを倒すところまでプレイしてみたいと思います。ハイテンションかつ爽快感抜群のアクションをご覧ください。ブロッキングエネミーアタックスキャップ。What happened? They wiped us out. Hundreds dead and others were taken. Ninja? Yes, but these were crazed and possessed. Please heal me, if you can. There.
giant swing. Move the controller in a circular motion.
like you're a little late for the party, Mr. Yoshima. I hope you don't mind that I brought some guests. Oh? And who might they be? My fists. Mantis sends his regards. Hand over the training scroll, or die. I'll be sure to deliver the manual personally, after I step over your dead body. いかがでしたでしょうか。少し気になるところはありますが、それを補ってあまりあるくらいアクションが痛快で楽しめるゲームだと思いました。大量の敵をバッタバッタと倒していくのが気持ちいいんですよね。今回はヒロでプレイしましたが、弟であるシンや女性キャラであるメイリンでプレイするとまた違った印象のアクションが楽しめます。ツッコミどころ満載の世界観、一癖あるグラフィックもなかなか良かったのではないでしょうか。ただシステム面は詰めが甘く、必ずしも完成度が高いとは言えないかもしれません。まずタイトル画面以降は決定とキャンセルのボタン配置が PC 仕様になっていて、任天堂スイッチとは逆になってしまっています。この時点でおやとなってしまいますよね。ゲーム本編の方も少し荒が目立ちます。キャラクター育成要素の説明が少なく、その効果が実感しづらかったり、ステージ内ですべきことが分かりにくいところがあったりしました。またいかにも妖芸といった感じの即死トラップがあり、うまい下手関係なく
初見でのクリアはまず不可能という構成もやや気になりました。ストーリーモードはステージごとに制限なくリトライが可能で、難易度も7段階から選択できますが、アーケードモードは難しい割には難易度設定や強化要素がなく、残機なし、コンティニューは3回のみという鬼仕様と、まあ国産の親切設計のゲームしか認めないという方には進めづらいところもありますが、前述の通り気になる点を補ってあまりあるくらいアクションが痛快ですので、ネガティブな点だけにフォーカスしてプレイ対象外としてしまうにはもったいない作品だと思いました。セールの時であれば1000円以下で購入できたりしますので、アクションゲームが好きで興味をお持ちになった方はぜひチェックしてみてください。皆さんは今回の沖縄ラッシュどのように思われたでしょうか。感想など何でも構いません。ぜひ気軽にコメントを残していっていただければと思います。それではまた。今回もモシオがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。